それではただが、表題の論文について紹介いたします。この論文は、ナックルの論文になります。まず、アブストラクトとして、最近の NLP システム、ここ、ざっくばらんとなってますけど、アノテーション付きのデータが必要っていうところがあって、さらに専門分野によっては、コストが高いっていう現状があります。で、アノテーション作業の、難易度をこの、論文では直接モデル化してパフォーマンスを上げています。であとは、この論文ではクラウドワーカーとか専門家とかに作業を依頼するんですけど、インスタンスを適切な注釈者に割り当てることが可能なことっていうのを、実証しています。で、専門家とクラウドワーカーの、注釈による、影響についても、見ています。イントロダクションです。専門家、先ほども言いましたが、専門家による注釈っていうのは、アノテーションっていうのは、高価になりがちっていうのがあって、でもただ一方で、クラウドワーカーっていうのは、すごく、そういったタスクに対しては、アノテーションコーパスとかを得るには、便利なんですが、専門的なコンテンツによってはノイズとなってしまうっていう報告があります。で、この論文では、医学文献のクラウドワーカーによるアノテーションを含んだコーパスっていうのが、この EBMNLP コーパスっていうのが、ありまして、それを、使って実験していくっていう形になります。で、この論文では、データへのアノテーションの難易度っていうのに注目しています。で、まず、このドメインなんですが、ドメインというか、このドメインについて説明なんですが、医療記事のアブストラクトへの注釈についてです。で、この分野の実験っていうのは、先ほど触れた、EBMNLP コーパスのリリースっていうので、かなり容易になったとこの論文では述べています。でこの論文では、ポピュレーションとインターベンションと、アウトカムの要素のタグに対してこう、注釈っていうかここですよっていうのを、アノテーションした、医学文献、医療文献、医療記事のアブストラクトっていうのを使っています。で、医療専門家によって、ラベルが付けられたテストセットっていうのも、一緒についていて、これは、アブストラクトが191件で3人のアノテーターで注釈しているっていうものになります。で、この論文では、難しい、アブストラクトと簡単なアブストラクトっていうのを、分けてるんですけども、これが、難しいアブストラクトの例となっています。ちょっとクラウドワーカーでもこうちょっとアノテーションミスしてるので、ちょっと僕内容、詳しくはわからないんですけど、一番左の、先ほど触れたポピュレーションとかアウトカムとか、タグに対してこう線引きをしているものになります。該当する場所に線を引いているようなものになります。で簡単なものだとかなり簡単な例では、クラウドワーカーでも、妥当な正確さで、それが、再現できるようなものになっていて、アブストラクトには、簡単な文章だったり、先ほど触れた難しい文章だったりっていうのが含まれるので、ここからは、文に分割して文レベルで分析を行っていきます。で分割後の、トレインデータとテストデータについては、アブストラクトを分割してそれぞれ、約57,000 センテンスのトレインと、2,400 の、センテンスの、テストデータになります。でここで、この、論文では、その注釈の難易度っていうのを見てるんですけど、クラウドワーカーと、専門家の注釈が含まれていて、専門家の注釈を、グラウンドトゥールスとして扱います。で、専門家とクラウドワーカー間での一致によって、まあそうですね、それぞれの、位置によってそれぞれないですね、その間の位置によって文章の難易度っていうのを定義します。で、難易度っていうのは、この式の通りなんですが、ここに触れる通りで、各文について、学徒君がクラウドワーカーだったり、専門家に注釈されたそれらの回数の、カウントを含む2つのベクトルを、生成して、それらの間の相関をこれから見ていきます。で、ラベルのないものっていうのがあるみたいで、それは、最も簡単っていうような形で扱って、でクラウドワーカーか、専門家どちらかしかないラベルがないようなものは、最も困難として扱うとしています。で、先ほどの続きなんですが、トレーニングセットは、クラウドワーカーによる、注釈のみを使用していきます。で、ここで、難易度っていうのを見ていくんですが、LSTM、CRF パターン、この先行研究のでラベル予測、この章でラベル予測していきます。で、データを十分割して、テンフォールドバリデーションみたいな感じで分割して、それで1つ、10個に分けたうちの9つでトレインして、1個でこう予測するようなもので学習していきます。で、予測結果と専門家の注釈っていうのを利用して、ある通りなんですが、難易度スコアっていうのを算出していきます。でここで、これが結果なんですが、ピアソン相関係数は、ピアソン相関は、このようになりまして、で、ポピュレーションっていうのが他のアノテーションよりも難しいっていうことが示されています。で、難易度の定義は、データに対する専門家とクラウドワーカーの注釈の、クラウド間の注釈の一致っていうのを見てたんですけど、すいませんと、トレーニングデータにおける、先ほど予測したようなラベルと、クラウドワーカーの注釈間の一致っていう、その2つから見ています。で、難易度っていうのが、アノテーター間の同意と、ちゃんと違うよっていうことを示したいので、その、間の、相関を見ています。で、クラウドワーカーの一致っていうのは、専門家の一致よりも低いっていうのと、あとは予測モデルと、クラウドワーカーの注釈のピアスの相関は、低くなっているということで、ワーカー間の一致と提案した難易度のスコアっていうのがかなり異なるよっていうことをここで示しています。で、ここから、難易度予測を、回帰問題として扱ってニューラルモデルを提案していきます。モデルを直接、難易度っていうのを予測していきます。で、これも、先行研究に従って、図にあるような、モデルで、アンサンブルでモデルで実験をしていきます。で、実験は、この右側の、ニューラルネットワークっていう部分のモジュールは、RNN と CNN でやっています。で、先ほど、3つラベルがあったと思うんですけど、各、ラベルタイプのモデルを個別に、トレーニングしていきます。で、実験設定はこのような感じです。で、これが、結果になりまして、提案した、ユニバーサル線形線コードを一緒に使ったモデルで、それぞれの、ものそれぞれっていうか、 RNN だけ CNN だけ、ユニバーサル線形線コードだけっていうものと、N グラムと、SBR 使ったものっていうよりも、精度が高いっていうことを示しています。すいません、これです。程度じゃなくて、相関が高いということを示しています。すいません。難易度をこれまで出したりしてきたんですけど、その難易度を、使うっていうような、ことをしていて、困難な分を、削除する、難易度を使って難易度の高い分を削除するっていうので精度が上がらないかっていうのと、さっき使ってたトレーニングデータを、難易度ごとに、難易度スコアを出して、それを使って、再度重み付けしてあげるっていうような手法で実験をしています。で、これが結果になりまして、これは、すいません、先ほど触れた1つ目ですね。で、難易度っていうのの高いものを、削除するっていうことで、最初の、これ 10% までやってるんですけど 4% ぐらいはまだ向上が見られるっていうことは確認できました。でこれの実験でそうですね、論文では、パフォーマンスは損なわれず、改善されているよねっていうことを言っています。で、先ほど触れた2つ目ですね、重みを再度つけてあげる、難易度をもとに、重みを再度重み付けしてあげるっていうようなものでは、これは結果なんですけども、重みその難易度を使ってあげることで、F1 スコアを、高い精度で得ることができたっていうことを、こちらで示しています。これは特にリコールが挙げられたっていうことが良かったということです。で、すみません。困難な、事例に関する、困難な、インスタンスに関する、専門家による注釈っていうのが抽出モデルに与える影響っていうのを見ていきます。で、難しいインスタンスを、専門家に、依頼して、より簡単なインスタンスをクラウドワーカーに依頼するっていうような、難易度を、ベースにして、適材適所にこう仕事を振ってあげようっていうようなことをやっています。シミュレートしていきます。で、最も、困難なインスタンスの、サブセットとランダムなインスタンスの、専門家に、再度、この実験を行うために注釈してもらいます。で、5人の医療専門家っていうのを、に仕事を依頼して、各要約には専門家の1人の、注釈が付けられています。で、予算と時間の関係ということがあるってことで、コストが高いってことで、再注釈したものは、難易度をベースにしたものを1000件で、ランダムに選んだものを1000件っていう形で実験をしていきます。で、こちらが、結果になりまして、で、結果を見ての通りなんですが、やはり、エキスパートが、専門家が注釈したものを使った方が、プレシジョンはそんなに、変わらない結果、むしろクラウドワーカーの方が高いかなっていう結果なんですが、リコールがだいぶ低いので、トータルで、トータルでというか、F1 でこう全然エキスパートの方が、高い精度を得られるよねっていうことを、ここで示しています。で、専門家とクラウドワーカーの注釈を、主に用いた場合っていうのはどうなるのかっていうのをここで示しています。で、一番上が、D が、難易度をベースにして、選んできた線分で、ランダムっていうのが、ランダムで選んできたもので、これが結果になりまして、やはり、先ほどの結果からも、あったんですけど、クラウドワーカーと、その結果にはないか、すみません。クラウドワーカーと、エキスパートのやつ、アノテートデータ、アノテーションしたデータっていうのを共に使ってあげることで、より良い精度を得ることができるよねっていうことを、ここで示しています。で、ここで、疑問が出てきて、専門家のデータっていうのは少なくても同様な精度が得られるのかっていうところがあります。そこで、ここでは、1000件しかないんですが、量を、変えていって、どのような、精度の線があるかっていうのを見ています。で、ここでは、なだらかではあるんですけど、専門家のデータを増やせば増やすほど、精度上がっていくよねっていうことを、ここでは述べています。長くなりましたが、コンクルージョンです。この論文では、今回ドメインは、バイオメディカルの、インフォメーションエクストラクションのタスクだったんですが、注釈難易度を予測するタスクっていうのを、導入して、難易度をスコアにしてあげようっていうことをしました。で、モデルの結果は、ほとんどの全ての評価で、ピアソン相関が高くて、実際この、作業っていうかこの取り組み、実際使えるんじゃないのっていうことを示しました。で、実験では、最も、難易度が高いと予測された、文っていうのを、削除しても、モデルの性能は低下せずに、難易度スコアによる難易度スコアを使ってあげて再度もみ付けした実験では、予測性能っていうのが、向上したっていうのを確認できました。で、最後に難易度により、注釈を選択する、注釈者を選択する、適材適所というか、そういったことへの取り組みっていうのは、結果として、専門家、量の少ない専門家だけだったり、クラウドアノテーターを、だけのものよりも、いい結果を得ることができて、さらに、データをランダムに依頼する、1000部ずつ1000部ずつみたいな、ランダムに依頼するよりも、精度が高いということを、という結果を得ることができました。で、他には、はい、すみません、以上で文献紹介を終わります。